しい。この森は変わらないわね。魔力がこの地に満ちているの。今度は迷子にならずに済みそうなのだ。そうね。タリスさんの魔法で迷宮になってるそうだからな。普通に入ったら迷うらしい。どうした？何かの気配が。特に怪しいものはないがの。気のせいか。よう、久しぶりだな、お前たち。お兄様、お兄様、お兄様。お師匠、ただいま戻りました。どうしたんだアディ。お前もサイヤと一緒に飛び込んでくると思ってたんだが。お師匠、俺。まあいい。アディ、お前もこっちに来い。久しぶりに顔を見せてくれ。おっしゃー。何するかな。俺はな、アディ、くれぐれも森から出ないようにと手紙に書いたよな。覚えてるか？ん？でも、おっしょ、俺は。でももかももあるか！お前のことを知られたくなかったんだがな。何か言った？おっしょ。なんでもない。あう。タリス、その辺で勘弁してやってくれんかな。もう本当にありがとよ。こいつらを守ってくれて。わしは何もしとらんよ。すべてはアディたちの力じゃ。よう、フィルス、ご苦労さん。感謝。翼の守りがいつもあなたと共にありますよ。いいぜ、フィルス。いつもバカ弟子が助けてもらってることだしな。ありがとう、師匠。なのだ。おっと、かわいいお嬢さんだ。君がラビーか。手紙の件はすまなかったな。アディたちに会えたからいいのだ。ありがとうよ。タリス様、お久しゅうございます。アイシャ、君まで来たのか。セルビアは破壊されてしまいましたから。君ならいつでも歓迎だ。ゆっくりしていってくれ。はい。で、そちらのお嬢さんは？ああ、シーファって言うんだ。青の部族のなんとお姫様なんだよ。言葉遣いと外見だけなのだ。ラビーさん？これが、いや、このお方が緑の守護者。あの緑門のタリス、もとい、タリス殿。美しい。わらわの部族では見たことのない男前じゃ。
俗な言い方をすればわらわのタイプとかいうあれか。しかしタリス殿は緑のお方じゃ。緑と青が混ざればそれはどんな色じゃったか。わらわは何をわけのわからんことを。青の姫巫女、先代の守護者に似て物静かなお嬢さんなんだな。いつもはこんなじゃないんだけど。とりあえず飯にしようか。久しぶりにサイヤの料理が食いたいな。はい、お兄様。わらわも手伝うぞ。おっしょ、俺聞きたいことがあるんだ。なんだアディ、なんで黒の同士は俺やおっしょを狙うの。もう隠し事をしている場合じゃないな。いいだろう、話してやるよ。この世界の成り立ちとアーティファクトとの関係についてはもう分かっているな。大体のことはアイシャさんに聞いたよ。20年ほど前、そのアーティファクトを狙って異世界から魔物が現れたことも。4人の守護者と1人の偉大な魔導士が異世界の魔物を封じたことも。偉大な魔導士って黒の同士のことなんでしょ。どうして。ではその4人の守護者のうちの1人が俺だっていうことも。師匠が。そうだ、今まで黙っててすまなかったな。知ってたの。モーさん、ヒルズ、シーファ、アイシャさん。ああ、俺たちは子供の頃から寝物語で聞かされてたからな。緑の守護者、偉大なる魔導士タリス殿のことは部族の者なら誰でも知っておる。ラビーは知らなかったのだ。すまぬ、アディ・サイア。こればっかりは時が来たら自分から話すとタリスが頑として譲らなくてな。タリス様は変なところで謙虚な方ですから。そんなお師匠か。アディ、お兄様、どうして。かっこいい。アディ、だってサイヤ、お師匠は英雄だったんだよ。かっこいいよな。アディ、そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。もうお兄様の育て方が悪いから。アディが甘やかしてたのはお前も同罪だと思うんだが。で、話を戻すぞ。いいな。今の話では分かったと思うが、俺はシルバリデの守護者だ。故にアーティファクトシルバリデは俺が持っている。これがウルラスが俺を付け狙う理由だ。もう一つの質問の答えは？おっしょ、どうして奴らは俺を狙うの？それは…おっしょ、
どうしたの？敵、近づいている。え？森は迷宮化しているはずだが、つけられたな、アディ。え？間違いない、敵だ。戦える奴は外に出ろ。お前か、仮面野郎。貴様、ご命令通りに。 JP、 ご苦労だったな。タリス、シルバリデをもらいに来たぞ。この声はウルラス、幻影か。タリス、お前の結界は破れぬ。だが我が配下を送り込むことはできる。この前は破れたが、この数ならどうかな。無駄なことを。貴様だけは俺が倒す。わからない、なぜ私に執着する。貴様、自分のしたことが分かってないようだな。命をもてあそびやがって。命、わからない。
Thank you.
ウィリオス。ルーインフェイト。ラピッドショット。
さすがだな、タリス。緑の守護者の力、大したものだ。ふん、様子見のくせによく言うぜ。しかし、お前の力もさることながら、我々が作ったその、言うな！まあよい。やはり相手がお前では、一筋縄で行かぬな。当たり前のことを言う。もう諦めたらどうだ？だからこそ、結界を無力化する策も生きてくるというもの。なんだと？結界が壊せないなら、それ以外をすべて壊す。まさか、そのために。そんな、世界に戦を仕掛けたのは。お師匠、いや、シルバリデを結界から出すため、ただそれだけのために。それだけのためにセルリアも壊したの？貴様、何様のつもりだ？ウルラス。これ以上の犠牲を出したくなくば、我の召喚に応じるがよい。ウルラス、貴様！お姉様！お姉様？アイシャか。お前がなぜここに？お姉様、もうおやめください。アイシャ、お前は忘れたのか、お前の目のことを。我は忘れぬ。お前の目から光を奪った人間という生き物の差がを。お姉様、この世界を究極的に守るためには、あのようなエゴイスティックな生き物はいらぬ。ウルラス、お前、まだあの時のことを。タリス、お前が人目をはばかるように隠遁生活を送り始めたのはなぜだ？自分たちよりも優れたものを恐れ、憎み、迫害する。それが人間だ。我は決して忘れぬ。これは復讐でもあるのだ。お姉様、私は。お姉様。アイシャさんが黒の同士と姉妹だったなんて。今度は本腰を入れてくるな、あの様子だと。お師匠、力を貸してくれるか。うん、うん、もちろんだよ、お師匠。私だって。もちろん、俺もね。わらわがタリス殿に力を貸さぬことなどありえぬ。タリス、辛いところじゃな。アイシャ、すまん。結局本腰を入れて戦うことになっちまった。タリス様、いいのです。今のウルラスはどこか壊れています。まるで何かに取り憑かれているかのよう。確かにな、ウルラス、古き友よ。
どうしちまったんだ。ヴァニティ、来たか。お呼びですか、ウルラス様。お前に聞きたいことがある。あ、はい。アディという少年を知っているな。はい。個人的に。あ、答えよ、ヴァニティ。ヴァニティ。口が勝手に。はい、その通りです。なるほどな。あの少年とはどういう関係だ。ダメ。アディは私のことを好きだと言ってくれました。ほう、それは好都合だ。お前が赤の集落の廃墟であの少年をかくまったことは分かっていた。ヴァニティ、こちらへ来い。はい。お前には人形になってもらう。アーティファクトを制御できる貴重な駒だが、それはルークがいればこと足りる。何を眠るがいい。目覚めた時には何もかも忘れて。我の忠実な人形になっていることだろう。通らせてもらうぜ。入ることはできない。ワニが入っていくのを見た。ウルラス様のお呼びだ。ウルラス様がバニだけを。誰もここを通すことはできない。これは命令だ。バニ、どけ。ミュウオか。殺す。バニ。アーティファクト、奪う。バニ、一体どうしたんだ。アーティファクト。ウルラス様、これは一体。バニ、俺がわからないのか。アーティファクト、奪う。バニ、バニティ、仰せのままに。貴様、バニティに何をした。見ての通りだ。操り人形になってもらった。バカな。お前はウルラス様じゃない。ウルラス様はこのようなことはしない。お前は一体誰なんだ。やめろ、ミオ。
よくやった、戦士よ。ウルラス様。よくぞこの頑固な中身をどけてくれた。ようやく器が手に入る。そうだな、褒美を取らそう。お前は力が欲しいのだったな。貴様、何者だ。叶えてやろう。この器の持ち主よりも何倍も強力な魔力によって。さぞ満足であろう。